防災台風のニュースでどれだけヤバいかを見極める方法、関東と東北は本気の備えを NHK 記者が訴え、に対する反応集です。台風7号が東日本に接近する中、台風のニュースをチェックする際に覚えておいて損はない豆知識に、ついて NHK 記者が説明。ユーザーからは最大限気をつけたいの声も。台風7号が東日本に接近する中、NHK 災害担当記者の藤島新也氏が15日、自身の X を更新。台風のニュースでヤバい字を見極めるポイントについて、紹介し、備えを呼びかけている。四角本気の備えを呼びかけ台風7号は、強い勢力で日本の南の海上を発達しながら北上している。海水温が高い海域を進んでおり、16日夕方から17日にかけて、暴風域を伴う強い勢力で関東や東北地方に接近する恐れが出ている。藤島氏は、覚えておいて損がないのは、台風のニュースで気象庁と国交省の担当が顔出しで一緒に登場するのはヤバい時ということ。関東と東北の方は、本気の備えをお願いしますと呼びかけた。四角気象庁と国交省が会見15日午前、気象庁と国土交通省が合同で会見を行い、台風7号の今後の進路や警戒するべき点について説明。気象庁では、暴風や高波、土砂災害や、低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけ、伊豆諸島で線状降水帯が発生する危険性も指摘した。一方、国土交通省では、台風の接近に伴い東海道新幹線や東京メトロなど、公共交通機関が一部で計画運休を実施することから、迂回路や代替ルートの検討、時間に余裕を持った行動を、と注意喚起。また、ダムの事前放流や雨による河川の水位上昇もあるとして、海や川に近づかないようにすることや、停電や断水を視野に入れた防災グッズの準備、ハザードマップの確認などを呼びかけている。四角そんなやべえのか最大限気をつけたい藤島氏の注意喚起に、ユーザーからは、そんなやべえのか台風？もしかして相当台風やばいやつ？今回の台風は本当に危険なのかな？この前の東北で記録的大雨が降った台風5号もそうでしたもんねとの声が。また、元から台風ってのはやべえもんだろう。まあ合同でやるってことで察しろということを植木鉢片付け始めました。明日の台風は最大限気をつけたいと思います、というコメントも見られた。引用ここまで。ニュースでも気象庁と国交省の担当が一緒に登場してるので、これはヤバそうですねって解説してほしい。被害が大きくなるのは台風の左側だっけ、右側だっけ、教えてください。何でもしますから。右側、たかが台風で騒ぎすぎ。田んぼ見てくる。マダニに気をつけて。多分大したことない。いや、左側かすめるだけだから大したことないよ。海沿いだけ気をつけな。これだな。ヘクトカルパスの数字だけ見とか、 E980 以上は雑魚、950前後は普通。900前後はかなりヤバい。945予想やったな最接近時。それそれ。950不平で接近から本州では伊勢湾とカレー以外を除けば普通に最強クラス。やばいよやばいよ。東京は大丈夫。930ヘクトパスカル以下になって騒げ。そう思う、950不平で騒ぐのは狼少年だよね。T はライターで沖縄県民がやばいと呼びかけ始めたらまあまあやばい。ただ今回は直撃じゃなさそうなので、房総半島ぐらいかな。昭和54年の台風20号は最盛期に870ヘクトパスカルまで行ったんだよな。最後は山地に分裂して大した被害出さなかったが、昭和生まれからするとミリバールの方がしっくりくる。言いやすいしね。最近は台風より雨そうなの。ガチ詳しい人に聞きたいんだけど、台風被害復興に建設用のリソース取られることで地方の猛烈なまで発達しないかな。台風をほとんど知らない東京、いつもよその国の話だと思ってニュースを見てた。明日から本気出す。雨も大したことなさそうだな。テレ東が特番組まないうちは雑魚台風。災害基準はこれだわ、南極で特番やってるか。いつまで風速に秒速を使い続ける気なんだろ。ヘクトパスカルは指標ではあるが、それが全てではないす。人は過去のデータ探ってみんな。
空振りから。関東だからガン首揃えて挨拶してるだけだろ、政治家に程度がバレるからな。これが台風銀座の沖縄や九州なら、揃えてないだろ、この程度普通に来るし。これまでに経験したことのないような大雨とか言われても、年齢とか地域によって経験は違うしな。こ人の経験の話じゃないだろうが。炎上系 YouTuber と変わらん数字欲しいだけのマスゴミ煽り。常識の範囲内の知識で今回は空振りってなるわな。速度が速いのは大したことない。千葉のゴルフ場ネット支柱が屋根直撃破壊したのが5年前ってマジかよ。責任を負いたくない気象庁が騒ぎすぎて狼少年になってるからな。弱い台風とか絶対に言わなくなったからな、その結果の狼少年。直撃でもないしな。コロッケ買い忘れた。関東民は海から直撃する台風に慣れてない。今回の数字だけ見て舐めてるとひどい目に遭うぞ。地区によるけど、植木鉢を外に出しっぱなしの家は気をつけとけよ。うちの窓ガラスを割ろうものなら、後で立ち直れない額の損害賠償請求してやるからな。お前らが大したことない言ってるってことは相当ヤバそうだな。明日仕事やりたくねえ。なんやかんやここ数年関東は直撃してないからな。福岡だと西鉄バスが通常運行する程度の台風。最近は西鉄バスもすぐ運休する。この台風が九州直撃なら約人出てこないよ。トンキンオワタ。東京に憧れてるかってくらいしかもうそれ使ってない言葉だよ。だっさわら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 。この台風は首都圏や関東にほとんど影響ないよ。バカ騒ぎに批判殺到する。ほぼ間違いなく千葉から29ムは離れた東を通過する。明日の午後以降は台風どこ行ったって感じになる。新幹線止めた JR 東海も多分言われるんだろうなと。わら、コロッケ買わなかった。半日 NHK 日本に来い、台風来い、日本崩壊させろ、台風直撃しません、残念でした。わら、海上を進む予想だから勢力落ちないかも。今回のは千葉の東にいる時に940フェイ。ウェザーニュースの雨雲レーダー見ると、明日千葉以外は雨そこまでじゃないな。ウェザーニュースって精度高い？大して変わらんお姉さんたちが弱者男性に人気で一定の信者がいる。台風としては大したことないけど、関東人が慣れてないから過剰に配慮されてるだけだしな。新入社員にはそれなりに気を使うのと同じというか、これが本土に上陸ならちょっとやばいけど、それはないみたいだし、記者もいい加減すぎ。今までの台風全部調べてから言えっての。水温高いので勢力が維持される可能性が。備えろ中、本当にうざいな。ありのまま生きろよ。勘らしい。オーバーに言っといて大したことなかったが、あまり文句言われないけど、逆だったが今の議題クソみそに叩かれるからな。しかし東京の経営者の意識はこんな感じ。前年同月比 118% ブラックだな。あわら、これ何の会社？やばかったらもっとテレビでやってるだろ。平常運転じゃん。米軍の予報が比較的正確なんだが、今日の午後以降進路はどんどん東にずれてる。TV のは予報円でバカ騒ぎして煽ってるだけ。わら、沖縄県民だけどやっぱりヘクトパスカルだな。何もなかったら二度と発信すんなよ。むしろ台風でもないのに大規模停電してた大阪へ。まあ、今まではあまり大きな台風が来なかったところは、多少過剰なくらいに警戒しといても、いいくらいやろね。稀な台風ではこれまで壊れずに住んでた家屋があっさり壊れたりする。なんか変だな、大した台風でもないのに。飛ぶぞ。気が民だけど台風の左側だから舐めてかかってます。5年前は右側でやぶちゃめちゃだったのと比べたら大したことなさそう。上司はやばそうだな。スカっぽいフラグが続々と立ってるので多分ほとんど被害出ないと思うわ。田んぼや海の様子を見に行く老人が絶対にいるんだよな。てか、明日出勤って何なの？みんな9連休じゃないの？ヘクトパスカルと1と木造か鉄筋コンクリートかでだいぶ違う。西武新宿線が止まるほど長やばい。930フェイ以下が上陸したらやばい。今回は950だし、上陸しないし、右側かすめるだけだから大丈夫。台風を正面に見て、右側に来るならやばい、左側なら大抵 OK だから、右翼はやばい、左翼は優しい。